はい、皆さんこんにちは、ケブラ長豊の新井です。今日は、悪魔の爪と、八ヶ岳高原フルーツトマトで、琉球島ニンニクを使ったパスタアラビアータの作り方を紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、悪魔の爪洗って乾かしたものを5本用意して、切っていきます。ちょっと私ペーパー敷いてやってるのは下に匂いつけたくないのでちょっとこうします。で、はい、ニンニクを2かけ剥いていきます。結構小粒なんですけれども香りとピリピリする感じが強いですね。はい、オリーブオイルを敷いた後、ニンニク、刻んだニンニク、で、鷹の爪。この鷹の爪は、食用用に、ちょっと普通の、生産用の栽培とはまた違うようにしてます。食用用にちゃんと切ってあげます。はい、香りがついてきました。悪魔の爪とニンニクが、すごくいい香りしてきます。ここにベーコンガガッと入れます。はい、軽く塩コショウを振っておきます。ベーコンがいい色になってきました。そこに、皮を剥いたトマトをガガーッと入れます。はい、ゆらりしたパスタをガガーッと入れます。はい、じゃあこの後盛り付けていきます。